まあ、TOTY 初めての人にね、お伝えしておきますと、これ TOTY というイベントはね、他のイベントと違って排出期間っていうのがね、ちょっと異なるんですよ。ジャバくんちチャンネル。パー、ちゃまでございます。本当は昨日の動画で引退して四国の山にこもってうどん屋を開くつもりだったんですが、もう今日からね TOTY が始まるということで、最後にこれだけは言っとかなきゃいけないと思ったので、東京に帰ってきて、動画を撮ってます。うどん屋さんはね明日から頑張りますんでよろしくお願いいたします。ということで今日の動画ですね、 TOTY がいよいよ始まるという前に、そのね TOTY の注意点とか、まあなんかこうした方がいいよみたいなのをざっくり教えたいと思います。まあ僕もね、TOTY はそんなにね、なんていうの、積極的に今までやってなかったんですよ。なんでかっていうと、もうこの時期には飽きてたから。でも今年は結構長持ちしてるんで、ちゃんとした TOTY をまあしっかりねこう遊ぶんだっていう感じでモチベはグーンと上がってます。そして、まあ今までのね歴代の TOTY のイベントとかを調べて分かったことがあるので皆さんにお伝えしたいなということです。まあね、初めての人にはまあ大事になるけど、まあもう知ってるよっていう人もめちゃめちゃいると思います。でそれが何かっていうと、まず今日の、3時から TOTY が発表されて、 TOTY のメンバーはもう発表されてます。誰が、まあ、TOTY、トップオブザイヤー年間ベスト11ですね。そのベスト11はもう発表されてます。みんなが投票したやつね。前からいきましょう。こちらです。ムバッペ、レバンドスキー、メッシ、デブルイネ、ジョルジーニョ、カンテ、ジョアン・カンセロ、ルーベン・ディアス、マルキーニョス、ハキミ、ドンナルンマということで、まあ結構各ポジション順当な選手が集まってるんじゃないかなと思います。まあ、僕なんかはねロナウドの TOTY が使いたいなと思ったんでロナウド入れましたが、まあレバンドフスキだよねと。でムバッペ、メッシのところはいやサラー、マネの方がいいんじゃないかとかね、そういう意見もフットビンには書いてありました。でジョルジーニョのとこも、ちょっとそこはどうなのみたいな、もっとなんかこうえぐいやつ入れろよみたいな意見もありましたが、まあこんなもんかなという感じで割と順当かなと思います。でこの中でもやっぱ人気があるのは、一番人気があるのは多分ムバッペで、メッシ、カンテ、デブライネ、マルキーニョス、このあたりが、あとハッキミか、あとドンナルンマ、まあ、このあたりはねもう本当当たったらスカッと解体してももうそれに合わせた方がいいっていうぐらい強い。でレバンドスキーがね結構微妙、ゲームではちょっと微妙な、使いやすくはないタイプでありますね。ここちょっとまあでも注目、めっちゃ強くなってる可能性もあるんで、まあちょっとここはでも断言できない。でなぜなら今はまだ各能力の細かい数値は出てないんで、オーバーしか出ないんで分かりませんね。カンセロもまあ強いよね。ルーベン・ディアスは結構僕使ったんですけど、なんかボディタイプが微妙なのかね、なんか数値ほどの怖さは感じなかったんですよ。まあそれが、まあ数値が相当強くなって上回ってる可能性もありますけど、まあ、ルーベン・ディアスとレバンドフスキはちょっと保留かなと、まあ、絶対強いとは言えないみたいな。でジョルジーニャに関しては好きな人が使ったらええんちゃうかみたいな感じのことしか言えませんね。まあそんな感じで、まあでも例えばジョルジーニャとか多分一番安くなると思うんですけど、あまあ、カンセロかな、まあ、サイドバックかな、わかんないけど、まあ、カンセロ、ジョルジーニョあたりが多分一番安くなると思いますけど、それでもね、売ったら100万いくかいかないかぐらい、まあ、多分安くても70万、80万にはなるんで、当てたら、まあ、高額選手であることは間違いないので、まあ、大当たりイベント、激安イベントになってるっていうのはもう間違いないです。で、この選手誰取ろうかなとか見たらさ、思うわけじゃん。誰取ろうかな、ムバッペ行っちゃうかなとか、今日カンテ行っちゃうかなとか思うかもしれないんですけど、まあ、TOTY 初めての人にね、お伝えしておきますと、これ TOTY っていうイベントはね、他のイベントと違って排出期間っていうのがね、ちょっと異なるんですよ。で、普通のイベントだと、まあ、金曜とか木曜とかに来て1週間、イベント排出されますよっていう感じなんですけど、TOTY に関しては、アタッカー、まあ、フォワード、中盤、そして守備、キーパー、この3つのパートに分かれて2日ずつ出てきます。だから今日の夜中から2日間はアタッカーで、その2日が終わってその日からもう切り替わりでね、中盤、そしてフォワード、キーパーっていう感じで2日ずつで間開けずに配置されます。だからカンテとかを欲しい人はあと2日待たなきゃいけない。で、ムバッペ欲しい人は今日から課金っていうかパックを開封していくっていう感じになります。で、その3パート、6日間が終わった後に、そっから4日間、
全ポジションの排出が行われます。で今まで入ってきた 全選手、まあ、11人全部が当たる可能性があるということで、だからあの欲しい選手特にないし、まあ、コインが欲しいだけっていう人は全もちろん全排出のところで確率を高めた方がいいよねと。でフォワードとかの85プラスも今日ディフェンダーの85プラスとか引いちゃったら、あのフォワードの選手しか対象になってないんで出ません、まだ出てないから。だからそこは注意しなきゃいけないっていうのと、あとね、最後の4日間全ポジション排出の4日間のうちの2日目から12人目の TOTY 選手と、補欠メンバーみたいなのが7、8人ぐらい、合計で7、8人ぐらいバーンと出ます。だそれがね、まあ、去年とかで言えばサラとかマネとか入ってたのかな、まあなんか惜しい時点の選手とかが入ってくるんで、まあ、若干この11人からはちょっと能力落ちるっていう風にも見れるし、いや俺はサラとかマネが欲しいんだよと、まあ、ここに入ってないで選ばれる可能性がある選手が欲しいっていう人もいれば、まあ、そっちで当てた方がいいんで、まあ、要チェック。ただまあここで一番この4日間前半室で一番こう価値が高い選手が当たりやすいのは1日目かなという感じもするんで、ただ補欠の選手とかもめっちゃ高くなるとは思うんで、まあ、そもそも高い選手が選ばれてるはずなんで、だからまあどこで引いても当たりではあるんだけど、まあそこを狙ってタイミングで引いていくっていうのは結構大事かなっていう。初日はアタッカー、あ初日か最初の2日間アタッカー、その次の2日間は中盤、その次の2日間は守備とディフェンダーで、そっから4日間は全排出、全排出のうち2日目からの3日間は補欠も入ってくるよということで、その辺をチェックしなきゃいけない。だいつ引いてもいいというわけじゃないのよ。そこを結構ね大事にこう自分は誰が欲しいかなっていうのを考えていかなきゃいけないっていう感じですね。でちなみに僕の場合はこの11人の中で誰が欲しいのって言われたら、ムバッペとジョルジーニョじゃない、ムバッペとカンテです。あとデブちゃん、この3人は今のスカットにすんなり入れれるんで、まあもうただただ交換するだけなんで何も考えずにね、スカットとかも解体せずにできるんで楽勝という感じでございます。あとはまあそれぞれまあ正直誰当たってもいいかな、ただレバンドフスキちょっと思ったより安くなるんじゃないかなと思って、レバンドフスキジョルジーニョ結構外れ的な空気は漂うのかなとかも思ってます。まあそんな感じでやっていきたいと思います。それでは皆さん、さようなら、良い神引きを。パー。